トゥール・ダルジャンは、フランス・パリ5区、セーヌ川対岸して島まノートルダム大聖堂を見渡す、トゥルネル菓子通り15から17番地に、本店、日本国内の東京都千代田区清井町ホテル、ニューオータニ内に支店があるフランス料理の最高級レストラン。店名は日本語で、銀の塔の意味。カモ料理が名物。ミシュランの3つ星を長く保持していたことも有名。現在は、 パリ本店も東京ニューオータニ店もミシュランの一つ星である。1582年、セーヌ川のほとりに誕生する。鹿狩りの帰り、たまたま通りがかったアンリ三世の知るところとなってから上流階層の社交場として発展し、その過程をしてフランス料理の歴史そのものと言わしめるほどとなった。百三十三年の三つ星第一回から戦時中断を挟んで、 1951年まで3つ、星を維持するが、1952年初めて2つ星に、降格。しかしオーナーのクロード・テライユの努力により、翌1953年3つ星に復帰した。1984年は秋、ホテルニューオータニ内に、世界唯一の支店として、トゥールダルジャン、東京店が開業した。1996年、 43年間継続していた、ギドミシュランの3つ星を2つ星に落とすという2度目の失態を演じ、フランス料理界に激震が走る。その後も、長楽傾向は続き、2006年、評価は1つ星になってしまった。2007年12月、東京、大館山に、パリ本店直営のブティックが誕生。フランス直輸入のフォアグラ、紅茶、 ジャムチョコレートなどが購入できるほか、パリ本店のワインカーブより直送された約4000本を含む総数約1万本のワインなどを扱っていたが、2009年7月31日をもって閉店した。2016年、本店内にギフトショップを移転し、もともとのギフトショップの場所に直営のパン店とビストロを開店した。ありがとうございます。